今来ているところは阪急バスの高浜神社前であります。左の方には、高浜恵比寿でおなじみの、高浜神社のですね、建物がありますけれども、その右の方に行くとですね、ハイツがあるんですが、吹田市発祥の地があります。この高浜神社前のバス停、31系統しかですね運行されていないんですが、日中の時間帯、そして土曜休日は1時間に1本、摂津ふれあいの里行きに限っては、2時間に1本という時間帯もあるんですね。まあ、ほとんど平日はですね、大銀行業界止まりのいわゆる 31B 系統なんですけれども、その上を見るとですね、今は走ってないんですが、86系統のですね、経路図、吹田線の経路図がまだ残ってるんですね。まあ、かつては、JR 吹田からですね、江坂駅前、あるいは豊中を経由してですね、阪急愛川まで運行されていた時期がありました。その左には、済生会吹田病院方面行きのシャトルバス、患者専用のシャトルバスがあります。まあ、今年からですね、土曜、日曜がですね休診となって、祝日がですね、祝日も診察することになったんですね。そのため、時間運行はこのようになるんですけれども、土曜と日曜、そして5月3日からの3日間と年末年始は、運休ということで、それ以外はですね、運行される、いわゆる平日のですね祝日もですね運行されるということですね。で、今回はこの高浜神社前の方から、歩いていきたいと思います。東城川区内の方へと歩いていきます。まずは宮の前通りの方から歩いていくことにします。浜屋敷方面へと向かうですね道路ということなんですけれどもね、こちらから向かうことにします。左手の方には吹田南高浜郵便局のですね小さな郵便局があります。もちろんですね ATM コーナーもあります。その先を進んでくるとですね、橋のですね A の形をしたものが見えてくるんです。歩き出して500メートル、ちょうど高浜小橋の方へと差し掛かってきました。まあ、かつてはこちらの方にも川がですね流れていたように感じるんですけれども、この先を進むとですね、児童遊園の方へ向かうことができるんですね。その名残ということで、この橋のですね部分が残っているということなんですけれどもね。そして、A の形をしたですね柱がですね見えてきました。ここからですね大阪市東淀川区の方へと入ってくる橋になります。で、こちらの方がですね、毎年1月にゼゾミ式が行われる会場ということなんですが、こちらが高浜橋であります。要するに吹田市の南高浜町から東淀川区内へ入るというに入る、重要な橋の一つであります。そしてこちらが愛川と神崎川のいわゆる分岐点であります。手前にある川が愛川、そして奥の方に行くとこれが神崎川になるんですね。いわゆる、三角広場の地点が、その2つの河川の、分岐点ということになるんですね。そうすると左手の方に、このようなですね児童遊園が見えてきます。屋根のあるですね、まあ、半屋根式のですね、休憩場所があって、そして色鮮やかなですね一人椅子があるんですけれども、そして、このようにですね懐かしい飲み物があります。こちらがですね上高浜遊園ということなんですけれどもね、奥に行くとですねそのように太陽がちょっとかかってるんですけれども、2箇所ですね入るところがあるんですが、その、1箇所がですねこのようにスロープになっていて、もう1箇所が階段になっています。鉄棒があってですねジャングルジム、そして滑り台とですね砂場がある形式なんですね。昔は吹田の私としても親しまれていたこの地点、上高浜橋の方が見えてきました。こちらが上高浜橋になります。吹田市から大阪市東淀川区の愛川へとつながる重要な、自転車と歩道のための橋になります。その、左側の右側の太陽がかかっていますので、左側だけ、こちらが愛川となります。その奥に見えるのが新京阪橋であります。左手にオリーブハイツ愛川が見えています。上
高浜橋の中間この地点が1キロとなります。もうすぐ上高浜橋をですね渡り終えるんですけれども、こちらから行ってもですねちょっともう通れなくなってしまうんですね。大阪市東淀川区の方に入ってきて相川1丁目1番を歩いているということになります。こうやってですね、工場のですね、事務所があってですねその間を抜けてくるということになるんですね。ちょうどこちらの道が神崎川の河川敷沿いの道路になります。いわゆる江口橋方面そして JR 吹田方面、高浜神社の方面へ向かう道路なんですけどもね。そしてこちらが神崎川水と緑のふれあい広場になります。その右の方に神崎川の歴史と文化がですね、紹介してあります。大阪府のですね、説明文ということなんですがこのように書いてあります。ちょうど今8302編成の京都川奈町行き準急が通過していきましたがこちらが阪急京都線のですね相川上新城間の鉄橋になります。2箇所ですね行くとこあるんですけれども今1箇所は自転車からでもですね安心で行ける道なんですがもう1箇所隠れのですね入り口がありましたのでここから進んでいくことにします。ここからしばらくは神崎川の河川敷を、歩いてくることになります。相川方面の神崎川の河川敷からですねこのように階段が何箇所かあるんですけれどもこちらから階段を上がるとちょっとですねまあちょっと安全地帯のですね場所にはなるんですけれどもこちらから相川駅の、有料駐輪場の方へと向かうことができます。奥の方に小松橋が見えてきていますがちょうど歩き出して 1.5 キロ、このようにですね大きな木がですね4本植えられているんですね。その先を進んでくるとまた緑の木々がですね植えられている、円形のようなですね地点に差し掛かってくることになります。右手に見えてきているのが資生堂大阪工場の、建物になります。その手前ですねこちらが小松橋であります。いわゆる相川から小松へとつながっていく、神崎川沿いにある橋ということですね。こちらにスロープがあるんですがここから信号を渡って相川駅そして相川南児童遊園へ向かうことができます。その小松橋の下はこのようにですね、大きな道が広がっているんですね。スロープだけでなしにこうやってその小松橋の、左右にもですね階段があってここからですね、相川方面へ向かうことができます。しばらく歩くと奥に万田水門が見えてきました。実はこの万田水門のところでですね河川敷はちょっと途切れるんですね。そうなると左側のスロープを通って、万田水門のですね、道路をですね、歩道を歩くということになってきます。歩き出して2キロ、万田水門の、建物が大きくなってきました。そして手前を進むと北江口橋の姿も見えてきます。この、北江口橋を渡って、再び神崎川の、河川敷に入るということですね。この北江口橋の右側の方にもこうやってですね、橋が架けられていて、水門橋のホールからですね歩くことができます。そして右側にこうやって、水門を見ながら歩いていくということですね。ちなみにこの万田水門は平成18年6月に完成して、鉄製のですねローダーゲートになっているんですね。2つの門があるということになります。この万田水門は雨量をですね観測できる地点でもあります。その万田水門の左側の方にもこのようにですねゲートがですね置かれてあります。そして左手の方こちらが阪急バスの北江口橋のバス停いわゆる阪急相川 JR 吹田方面行きのバス停であります。要するにまあ駅舎みたいな感じになってますね。このスロープを下って再び神崎川の河川敷の方へと入ることになります。先を進んできまして、北江口中央公園結局ですね、グラウンドの正面になってしまいましたけれども、到着であります。
高浜神社からですねこちらまでですね歩いてきました。すなわちですね神崎川の河川敷を通ってですね歩いてきたんですが、34分26秒、距離にして 2.62 キロ、そして3563歩を歩いて238キロカロリーということだったんですけれども、この高浜神社からは、府道151号線を通ってですね、学園通りをですね通ってですねこちらに来るのもパターンとしてあるんですけれども、今回は上高浜橋、そして神崎川の河川敷バンダ水門を通ってきましたのでね、この距離になったわけですけれども、でもこの 2.6 キロの距離をですね歩いていてもですね、平均でですね本当にですね、体がポカポカするような、印象を持たせられるウォーキングでありました。高浜神社前から神崎川の河川敷を経由して北江口中央公園までを歩いてきました。